GPF155mm カノン砲 GPF155mm カノン砲とはフランスが設計開発した合計 155mm のカノン砲である。第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて用いられた。横から見た GPF155mm カノン砲第一次世界大戦においてフランス軍はドイツ軍の構築した残豪を 遠距離からの砲撃で破壊するためにこの砲を設計した。開脚式砲がを備えているのも特徴で水平射角が従来の下砲よりもかなり広がっている。牽引時には砲身をゴ座状態で固定し左右旋回時に邪魔にならないように配慮されている。アメリカ軍も第一次世界大戦参戦時に m 1 9 1 7 1 5 5ルカ可能砲として この砲を正式採用し、陸軍と海兵隊に配備された。沿岸砲として利用された 15.5cm K418 第二次世界大戦においても、ナチスドイツ軍を迎え撃つのに使用された。フランス敗北後、残存砲は、ドイツ軍に接収されて 15.5cm K418 の正式名称を与えられ、重砲大隊に配備すると,とともに、大西洋の壁に、 配備されて、連合軍の上陸部隊を迎え撃った。1942年には、アメリカ軍フィリピン中流部隊の第301野戦砲兵連隊と第86野戦砲兵連隊の2個連隊に配備されていた M1917 カノン砲が日本軍と交戦している。後には、国産の M に、 ロングトム 155mm カノン砲に更新されて1942年に退役したが、残された砲身は m 3ー、グラント中戦車の車体に搭載されて M12155mm 自走カノン砲として運用されている M12 自走砲。ありがとうございます。